オリオールは、ロシア帝国で建造された戦艦である。ロシア帝国海軍では、艦隊総攻艦に分類された、いわゆる全土級戦艦である、ボロジノ級の三番艦。艦名はロシア語で、和紙を意味しているが、これは、ビザンツ帝国から受け継いだ、ロシア皇帝の紋章である、相当の和紙を表している。オリオールは、1667年に、 ロシア海軍最初の本格的な軍艦であった、オリオールに命名されて以来、ロシア海軍の主力艦に用いられ続けてきた由緒ある、艦名であるが、2018年現在、本艦がその名を持つ最後の艦となっている。1900年5月20日、サンクトペテルブルクのガレールヌイ島造船所にて、寄港された。1902年7月6日に、浸水。 1904年10月1日に就役した。オリオールの艦長には、1904年4月26日付で、ニコライ・ユーンク海軍大佐が着任した。日露戦争へ参加するため、姉妹艦三隻及び二等防護巡洋艦、ジェーム地区クと共に、第二太平洋艦隊第一装甲艦隊を編成し、極東へ派遣された。 1905年5月14日の日本海海戦では、オリオールは第二太平洋艦隊の主力戦艦5隻の中で沈没を免れた唯一の艦となった。しかし、オリオールは大損害を受け、尾砲の大半を破壊された。全部12インチ主砲塔の左砲は、砲戦の最中に起きた頭髪により、方向から約1軒の箇所で切断した。 オリオールでは43名が戦死し、80名近くが負傷した。ユーンク艦長も重傷を負った。5月14日の戦闘の終了後、推薦場に多大な被害を受けて、かなりの浸水があったものの航行可能であった。オリオールは、戦艦インペラートルニコライ一世、解剖戦艦ゲネラルイコールアドミラルアプラクシン、同アドミラルセニャービン、 二島防護巡洋艦、イズムルートからなるニコライネボガトフ海軍少将が、指揮する残存艦隊と合流した。5月15日、残存艦隊は、日本艦隊に包囲され、ネボガトフ少将は降伏し、オリオールを含む残存艦隊の艦船は、大日本帝国海軍に打破された。5月14日の戦闘で重傷を負っていた、ユンク艦長は5月16日に死去し、 部下将兵の願いにより水槽に付された。オリオールは大日本帝国海軍の戦艦、岩見となり、1922年に除籍され、1924年に実艦標的として、海没処分された。1932年と1935年には、オリオールの水兵だったアレクセイ・ノビコフイコール・プリボイが、自身の海戦体験を綴った、津島を発表し、 1955年には造船技師としてオリオールに乗り込んだウラジミール・ポリエクトビッチ・コスチェンコが海鮮の海装録を交換した。ありがとうございます。